大仏海岸は NHK 大阪放送局制作の古代史ドラマスペシャル第3弾として NHK 総合で2010年4月3日と4月10日の19時30分から20時59分に全公編で放送された日本のテレビドラマ。奈良時代の大仏混流をめぐる人間模様を検討し、キビ・マキビを中心に安倍内親王と 藤原中丸の三人を軸に描く。池畑春作作、吉岡秀隆主演。平成22年度文化庁芸術祭参加作品。平城計1000と1300年にあたる2010年、聖徳大子、大化改新に続く古代史ドラマ第三弾として、NHK 大阪放送局が制作した。大仏昆流が、国家の大事業となっていく八世紀、どのようにして、 日本という国家の形が出来上がっていったのか、キビ・マキビを中心に、貴族間の清掃、税と飢餓に苦しむ、民の姿を交えながら描く。吉岡秀隆が主演、キビ・マキビ役を務め、ヒロイン、安倍内親王役を、石原さとみキビ・マキビと敵対する、藤原麻丸役を本作が、初の時代劇出演となる、高橋克典が演じた。 平城旧石大極殿、平城旧石東院庭園撮影は2009年10月から2010年1月にかけて、京都市の東映京都撮影所に、ほぼ原寸の大仏半身のセットを設けたほか、文化庁より特別に使用認可を得て、平城線と1300年記念事業に合わせ、約9年をかけて復元された第一次大極殿を、用いての撮影や、 当院庭園での撮影など、平常部跡でのロケが行われた。赤や紫といった、天平衣装や髪型、メイクも当時のまま再現されている。NHK 総合テレビジョンでは、4月3日19時30分20時59分に、前編が、4月10日19時30分20時59分に、後編がそれぞれ放送された。視聴率は、前編が11.4%。 後編が11.1%であった。DVD がポニーキャニオンより2010年8月18日にリリースされた。ありがとうございます。